ご視聴ありがとうございます。今回は、ときめきメモリアル3年生後半のプレイを見ていただきます。よろしくお願いいたします。さて、最初は文化部の集大成、3年生の時の文化祭です。やっと、クラシック音楽が発表できるのね。しおりちゃん、嬉しそうだな。私、いつもより練習に力が入っちゃった。クラシックが大好きだもんね。そうね。今まで頑張ってきた成果を出さなきゃ。それじゃあ、お互いに頑張りましょう。観客の皆さんが喜んでくれたみたい。最後の発表らしく素晴らしい締めくくりになったわね。本当に頑張ったかいあってよかったね。そしてしおりちゃんとデート、攻略を載せています。ご参考にお願いします。本当にごめんなさい、ちょっと手間取っちゃって。全然オケだよ。それじゃあ、そろそろ中に入りましょう。それじゃあ、どこに行こうか。結構空いてるね。さあ、乗りましょう。ここからイベント発生だな。そうだね、お楽しみください。でもやっぱり怖いわ。そうだけど。そんなこと。だって私、あ、動き出したみたい。しおりちゃんが少し涙目。本当に怖かったのだな。さっきは本当に怖かったね。え？何のことか忘れちゃった。そんなこといいじゃない。今日は楽しかったわ。また今度誘って。それじゃあ、一緒に帰りましょう。これで春夏秋冬のイベントクリアですね。今回のプレイではランダムイベントの相合傘で下校がなかったのが残念だったぜ。そうだね、ランダムだからね。仕方ないよ。そんなことを言ってたら、試験の終了。1位ってすごいな。そして伊集院くんのパーティーに参加。下に参加条件を書いているぜ。レイ様のお供結構です。今度は運動能力が OK の時に入ってみたいな。3年続けると面白いことが卒業式にあるみたいよ。また今年も来れるとはね。そこそこに見れるということか。どうした庶民、質問かね。無知な庶民に教えてやろう。君には教えてやらん。ま、アルコールではないとだけ言っておこうか。なんやかんやで主人公の相手してくれる伊集院って優しいな。そうだね、伊集院くん、主人公のこと好きなのかな。 あなたも招待されてたのね。友達がいるからそろそろ行くね。招待されてたんですか。あの、すいません。あなたも来てたのね。研究が残ってるからそろそろ行くわ。
楽しいクリスマスパーティーでした。そしてお正月、年賀状でーす。元旦へ。年賀状たくさんもらえてよかったな。新年、明けましておめでとうございます。明けおめ、しおりちゃん。あ、ありがとう。ねえ、これから初詣に行かない？よかった、断られなくて。じゃあ、早く行きましょう。本当にしおりちゃんの晴れ着姿、綺麗よね。そうね、それじゃあ行きましょう。ここはもちろん、しおりちゃんともっと仲良くなりますように、だな。その願い。ねえ、私も内緒。だって、あ、おみくじ引かない？ねえ、どうだった？へえ、まあまあね。このぐらいの結果がちょうどいいのかもね。え？別にいいけど。でもほら、何事もほどほどがいいって言うでしょ？今年は卒業ね。実は私ね、神様に勇気をくださいってお願いしたの。だって卒業の時に、何でもないの。もう帰りましょう。しおりちゃんのお願い、気になりますね。そうだな。卒業式、いろいろあるかもな。そして、すごいな、吹奏楽部。私たち、優勝しちゃったのよね。すごいね。夢みたい。二人はもちろん、クラブみんなの頑張りのおかげだね。そして一気に進路を決めるときに、今回は音楽で留学でなく、一流大学を目指します。後で説明もありますが、しおりちゃん攻略を目指しているなら、一流大学合格の条件はクリアしています。そうなんだな。しおりちゃんは厳しいからな。合格発表は卒業式の日なんだな。結構ドキドキしながら式に参加してそうだな。そうだね。ここから、最後の下校イベントを見ていただきます。やったー！もうすぐ卒業で、なんか、それはそ、よろしければ、そうです。最後に爆弾が発生したな。しおりちゃんじゃなかったらセーフですね。ここが、サターン版だけの選択肢があるな。そうだね、でも一旦は今まで同じようにいたします。ごめんなさい。こんなところに呼び出したりして。今日、あなたにどうしても言いたいことがあって。私ね、今まで男の子と付き合ったことがないの。でも、興味がなかったわけじゃないのよ。私だって男の子と付き合ってみたかったし、ラブレターだって何通ももらったこともあるわ。でも、どうしても付き合う気になれなかったの。あなたがそばにいてくれたから。今まで、あなたのことを、ただの幼馴染だと思ってた。ううん。
きっと、あなたに私の本心を悟られるのが怖くて、そう思い込んでいたのかもしれない。でも卒業する今、離れ離れになるかもしれない今になってやっと、この気持ちに気づいたの。恥ずかしくて、逃げたい気分だけど、もう、ただの幼馴染じゃ嫌。一人の女の子として、私だけを見つめてほしいから、勇気を出して言います。好きです。世界中の誰よりもあなたが、好きです。あれ?嬉しいはずなのに、涙が出てきちゃった。本当に、本当に信じていいのね。嬉しい。いつまでも私のことを話さないでね。しおりちゃんの告白、素晴らしかったな。そうだね、本当に。何回見ても、こちらもうるってきちゃいますね。一流大学合格おめでとう、そしてしおりちゃんもおめでとうございます。ここから、しおりちゃんの告白条件を載せておきます。エンディング曲はカットです。申し訳ございません。次は、主人公からの告白したらどうなる、を見ていただきます。そろそろこの動画も終わりが近づいてきました。高評価やチャンネル登録をお願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。